こんにちは9月17日木曜日午後の FX フラッシュですフォレックス TV ジャパンの高橋がお送りしますこの時間は前日の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートしますまず昨日9月16日の外国為替欧米市場の動きをまとめてお伝えしますドルの買い戻しも一段落し概ねもみ合いに終始したアジア市場でしたが ヨーロッパ時間の入り際に財務大臣に内定していた藤井氏の為替相場に対するコメントが報じられこれが材料視された模様で円高基調へと急転しました91円台前半で推移していたドル円相場はチャート的にも短期的なダブルトップのネックラインとなっていた90円80銭水準を割り込んだことも手伝ってここ数日来の円高値をわずかに更新する 90円15銭水準まで一気に下落しましたドル売りの圧力はユーロドル相場を押し上げることになり高値を更新する1.47一例水準まで上値を伸ばしました一方ポンドドルは雇用統計で失業率が過去最悪の7.9%になったことや所得の伸び率が低下したことなどで収支上値が重たい展開でした またユーロの経済指標に対する市場の反応は限定的でしたアメリカ時間に入って間もなく発表された経済指標は目立った悪化も少なくおおむね横ばいで市場の反応は限定的でしたただ夜半にかけて円売りが強まりユーロ円相場が上昇するとユーロドル相場も連れ高して一時これまでの高値を更新する1.4735水準をつけました 円売り・ドル売りが急に進展した背景は今一つ明確ではありませんが各経済指標が少なくとも悪化していないことが再度認識され株式市場が堅調な展開になったことやドル円相場で90円割れに向けて仕掛けた短期筋が円を売り戻した可能性などが指摘できます。そのの中で、でで、でポンドドだけはドル売り相場でも反応がが限定的で上値の重たた。さが目立つ展開でした いずれにせよ、引けてみればドル安・株高・債券安・資源高と投資ムードは悪くない結果になっています。各市場では流動性の低さが噂されていて気がかりではありますが、リスクを回避する方向に対して相場が鈍くなり始めていることは確かな印象があります。9月16日、為替市場の終値となる日本時間17日午前6時時点の各通貨ペアは、 ご覧の水準でしたドル円相場の90円台前半には90円割れを阻止しようとする防御のオーダーが相当額まとまっているとの噂もあります下落への限界感が漂い始めていますが相場全体としてドルの下落トレンドは依然として強いことからドル円相場の上値が確認された場合再度90円割れを試す可能性は依然として残っていると思います 続いて今日9月17日午前の東京外国為替市場の動きです。ユーロが対ドルで高値を更新する日が継続しており、今日未明に高値を更新した要因は未だに残っている模様で、ユーロの高値圏でもみ合っています。一方ドル円相場は秋の連休を控えた週末に突入する中で、円の売り戻しが基本の流れとなっていますが、総じて同意は薄い模様です。 ユーロドル相場でのドル売りがドル円相場に与える影響は今後も不透明であることから短期筋の調整が一巡したようにも見える今日のドル円相場では次の流れを待っているようにも見えます以上午後の FX フラッシュを終わりますこの後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします